まあ、やっぱり小川プロというものが日本に存在したのはやはり一つの時代的な奇跡だろうと思いますね。小川プロダクションの作品というのはですね、もう社会に対してですね、抵抗していくって言いますかね、やっぱり革命っていう言葉が生きてたと思いますね。その小川さんたち、小川プロダクションの人たちにね、小川プロダクションが、三律家という農村共同体に、住み込んで、そこで集団生活をしながら、ある種その映画作りという集団がある種コミューンのような方法で映画を作っていく、非常にユニークなあのスタイルで、なかなかそのできないことだと思うんですね。ただしあの、小川プロがそういうことができたとするならば、やっぱり青春を共有したってことじゃないでしょうか。で、今時ちょっと24時間寝食ともにしてっていうスタッフはいないでしょうね。ちょっと異常な関係じゃないかなって。まあそれは小川さんの、独特のやっぱり、キャラクターっていうんですかね、小川さんがそういう魅力ある人だったんだと思います。これは小川さんの集団論です。一人一人では万能になれないけれども、集団では各個人が一つの仕事を責任持ってやれば大きなことをやれる。